法政大学中学校、高等学校は、東京都三鷹市群れ4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と、高等学校から入学した外部進学の生徒が、高等学校第1学年から混合して、クラスを編成する、併設型中高一貫とも学校。 設置者は、学校法人法制大学。略称は、法制高校、法制大校など。改称前の略称は、法制一校など。確かな学力と、豊かな人間力を育てること、実地の精神に溢れた規律がある学校、大学と連携し、地域と共に歩む学校を作ることを目標として、掲げている。スポーツ面においては、高校野球や、ラグビーなどで実績がある。 2007年度に東京都武蔵野市吉祥寺東町から東京女子大学群れキャンパスの跡地へ移転し、同時に男女共学化した。名称は法政大学第一中学校、高等学校から法政大学中学校、高等学校と変更。2006年度には文部科学省が指定するスーパーイングリッシュランゲージハイスクールの指定校になった。 生徒会が主催する学園祭プラタナス祭は雑誌にも掲載され毎年1万人の人手を集める人気イベントである。東京女子大学の旧群れキャンパスを2005年に学校法人法政大学が学校法人東京女子大学から購入し建物を全部新築して吉祥寺にあった法政大学第一中学高校のキャンパスとして2007年に展開校した。 当キャンパスは1951年から東京進学大学、1966年から東京女子大学がキャンパスとして利用してきた歴史があるが、石積みの正門門中は東京進学大学時代から東京女子大学時代を経て今日まで受け継がれてきているものである。高知校舎2010年1月。 高校の修学旅行先の北海道で男性教諭二人が規則を守らなかった高校二年の男子生徒九人に正座をさせるなどの指導をし、うち三人に対して暴力行為を加え、二人に全治二から三週間の怪我を負わせた。学校法人法制大学は問題を受け、教諭二人を懲戒解雇、監督責任として校長ら五人を減給処分とし、生徒指導や 学校運営について見直すことになった。ありがとうございます。